皆さんこんにちは、GUN ガオですのキヨです。アオイです。せーの、ガオチャンネル。はい、一体何なんですか今回は。はい、キヨって何なん。イエーイ。キヨって何なんと思う、うん、まあメンバー、スタッフさん、うん、マネージャーさんが、うん、メンバーに対するね、日頃思う何なん思うことを集めて。あー、なんか集めてた。そう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 。だから普段ね、直接言ったりできないけど、うん、キヨに対してね、思ってることを、うん、集めましたので、それをね、答えていただけたらと思います。了解しました。怖いな、なんか。何来るんやろ。早速行きますか。行きましょう。行きます。はいよ。お菓子あげたら、喜ぶの、うん、なんなん。誰かそれはくれた人が言ってるってことだよね。お菓子大好きですから、もともと甘いの大好きですし、うん、それはお菓子なんて大人になったって食うでしょ。まあ食べる ね俺らレコーディングの時とか絶対お菓子買うよ。うん、食べる。大人になっても楽しめるものなんで、それ喜ぶの当たり前ですよ。当たり前です。はい、まあちなみに、はい、理由は、はい、可愛いということで。理由矛盾、矛盾というかよくわからんね。お菓子あげたら喜ぶのなんなんってことやね。うん、可愛いよんって。あ、マジでそれは、じゃ、いいことだったのかな。ちなみに、スタッフ K さんでございます。あー、わかったかも。なるほどね。はいはいはい。もらってるもんなー、そう思ったら。なるほどね。はい、はい。次行きますよ。はい。マネージャーの言うこと聞かないのなんなん。これ。聞いてない、聞いてない。聞いてるつもりではいるんですけど、ね。これなんか嫌だなぁ。急かされていても、うん、まあ、急いでいるところ見たことない。あー、なるほど。早くしてくださいって言われても、ね、そうですね。まあ、マイペースですね、僕、はいはい、基本的に。これはもうスタッフ K とかじゃなくて、うん、もうカッコスタッフって書いてあります。全員が思ってるやん。まあ、多分匿名なんかな。行動ゆっくりやからな、ね。はい、じゃあ次に行きますよ。はい。ダイエット続けられるのなんなん。あー、うん、僕って体重の振り幅がすごいですよ。まあ確かに、痩せてる時カリカリやし、うん、太ってる時もう結構いくんすよ。うん、鈴木亮平みたいなことしてる。ああ、でもあるし、そういうこと、そういうこと。太って、じゃあダイエット始めました。うん、ってなった時に、昨日ダイエットで頑張って鶏のささみ肉しか食べてません。うん、次の日食べてしまったら、うん、罪悪感に苛まれるんですよ、ね、せっかくそれをしたのに。そう、やったのに、うん。それが無駄になるのが悔しいから、うん、続けれるって感じですか。うん、もったいないって自分で自分のことを思うことが大事。うん、あ、そこね。うん、まあ、ちなみに理由がなんでそんなに継続できるのか知りたいっていうことなんで。シンプルな質問ですね。そうですね。うん、はい、じゃあ次いきます。はい。ほんわかしてるのに中身しっかりしすぎているのなんなん。あー、俺しっかりしてると思ったことないからな、うん、自分で自分のこと。しっかりしすぎてる。誰が送ってんのそれ。これちなみに、うん、YouTube 構成作家さんでございます。あ、じゃあそう思われてるんや。うん、嬉しいな。企画では頼りにさせておりますが、はい、ずっと可愛いままでいてください。ああ、それはね、ただ僕も変わらずにコンワカしてますけれども、やるときしっかりやるということで、メリハリ持ってやっていきたいと思います。ゲームの時の、うん、あの煽りなんなん怖い。声まで聞いたか。誰ですか。俺は、はい、誠一です。ああ、誠一ね。負けず嫌いが出てます。うん、煽ることによって自分のその負けそうっていうのを覆そうとなんとかしてます。野球のゲーム、はい、煽り得意かもしれないです僕。いや確かにね。うん、じゃあ次いきます。はい。体調いい時、うん、永遠と歌ってるの何なんですか。高くんでしょ。でもすごいね。うん、すごっ。分かった。あ、でもこう言われたら俺も確かに思うわ。歌が根本好きっていうのと、もともと風呂だろうがトイレだろうが廊下だろうが響くとこじゃどこでもことなので、僕体調いい悪いっていうよりはもうもともとそうだった。ガム始める前から。ちなみに理由が、うん、ちょっと鼻歌ぐらいやったら、うん、大間違い。もううっさいわって言いたくなるほどで、しかもずっと顔見ながら歌ってくる。顔見るかもね、確かに。俺は無意識ですよ、それは。聞いてほしいかもしれない。これ、いけてますかみたいな。次いきます。はい。高い確率で、一口ちょうだいってなんなん。ああ、言う。俺、一口お化けやから。確かに。これ、ちなみに、
この人に言っちゃうなみたいなの言ってるなみたいな。大勢。もう正解。はい、やっぱり。大勢が言いました、うん。自分のご飯とペースがあるから狂うのでやめてほしいです。あーごめんなさい。いや、大勢ね、美味しそうに食べるのよ、なんでも。確かに。だから、こっちも見てて、あ、そんなにうまいんかな、それ、みたいな。気になっちゃう。だから、それは大勢のいいとこでもあるよ。そんだけ美味しそうにご飯食べれるって幸せなことですから、それを見てこっちまで、ただのコンビニ弁当でも、豪華な飯に見えるんだよ。だからちょっと欲しくなっちゃいます。ごめんなさい。で次行きます。はい。ライブ直前にトイレ行きたくなるのは何なん？ああ、なるね。まあ、緊張っていうか、しときたいなっていう。うん、そう、ライブ中に、踊ってる時は思わないですけど、うん、MC 中に、うわ、トイレ行ってくるなってなって、思いたくない。そんな時あるよ。たまにあるんですよ、マジ。結構直前に言う時あるもんね。うん。もう、エンジン組む時ぐらいの。あるね。あるある。うわ、そう言われたらあるわ。葵くんですか、それ。うん。誰だろう。これはね、Y さんです。あー、うん、なるほどね、マネージャー Y さん。Y さんです。なるほど。すみません。なるほどね。まあ事前に行きたいと思います。ガヤ芸人よりガヤうまい。なんなん。おお嬉しいな。これ嬉しいね。嬉しいね。ガヤっていうか、ただうるさいだけですよ僕。ガヤっていう意識もなく。でも俺のと俺のは全然違うからね。賑やかさが違うかもしれないですね。それはもう感じるな。まあね。うるさいやつです元から。はい。これもでかいし。これちなみに誰やと思いますか。ガヤマネージャーさんとかかな。ミスターの俊也です。うわー嬉しい。俊也君回答してくれたんや、うん、ありがとうございます。最後ですこれ。お最後食べてる時シャポって音鳴るな。青くんや青くんや青くんや絶対青くんや。そう私です。俺それ無意識なんですよ分かってなくて。なんかあれってねなんか食べとる時になんかたまにシャポって言うんですよ多分こう迎えに行く時にってことですよね多分そうですよ。なんか俺そのシリーズ動画で集めた一本にしたいもんだから、うん、ああってなるところシリーズみたいな。いやなんかねわざとじゃないってことだけ言っときます。それはい、わざとじゃないんです。わざとは辛いよ。勝手に出るんですよ。辛いよ。はい、ごめんなさい。なんかたくさんの人にねそうやって書いてくれる、ね、嬉しいのもあったり、うん、ああ自分ってそうなんやって客観的に知れる画面でもあったりちょっと面白かったですね。確かに意外とね、うん、こう直接は言われんけどこう思ってるっていうのは、うん、やっぱあるんやなっていう。これいいな。面白い企画です ね、 ね、うん、本当にこれまたなんかそういうシリーズ化して、ね、いろんなことをみんなに聞いていきたいなと思います。確かに。あとあのぜひ、直接も言ってほしいね。直接ね、いいこともたくさんあるから。そうそう、いいことは直接言って。言って。悪いことはこんな感じで言ってください。傷ついちゃうので、うん。ありがとうございました。ありがとうございます。たくさんの方。自分自身も知れたし、これを見てくれてるみんなは僕のことを知ってくれたんじゃないかなと思いますので、この動画がちょっとでもいいと思った方は、チャンネル登録、グッドグッド、コメント、キムキもお待ちしてます。してます。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。以上、See you at ママでした。ありがとうございました。ありがとう。俺ってこんな感じなんすね。そうやなってなる。ああ、一番共感生んだやつどれですか。俺もこの何アンケートをなった時に出てこなかった、うん、あんまり。ああ。そんな。俺もであんまり。なるけどなと思ってたけど、うん、こうやってバーってみんなのを見たら、うわ確かに確かにって。うん。誰のかを書かずにその何なんのシリーズを全部読んで誰か当てれそうや、ね。ああそう。あ当てれるね。当てれるよ、ね。それぐらいなんなんよ。その逆のゲームもやってみたいですね。なんで？